Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。ナイスアレーということで、今回ですね、沖縄県嘉手納にありますハンバーガーショップ H&S さんにやってみました。アグー豚とか、沖縄特産のね、肉を使ったね、ハンバーガーとか、まあ、いろいろ本格的なハンバーガー楽しめるんですけど、なんとこちらに激辛メニューがあるということで、今回やっていきたいかなと思います。そちらがですね、一応ね、メニュー上にはですね、1,2,3 段階でね、辛さレベルが分かれてるんですけれども、アガガガということで、一番ね、この3番目のこうアガガガガがなんか一番辛いんですけれども、なんかね、今日行ったらですね、ジョニーさん、もっと辛くできますよと、はい、ジョニーさんのためにもっと汗かけるようにしましたと言ってね、今まで出たことのない、さらに4番目のね、めちゃくちゃもう辛い、ハンバーガーに今回挑戦していきたいと思います。だからもう名前的にアガガ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 ガということで、まあ、アガガガというのはね、沖縄で痛いという意味を持つものなんですけれども、なんとですね、デスソース、ハバネロとか、さまざまな香辛料を加えて辛みを出したということで、はい、じゃあね、ちょっと怖いんですけど早速行ってみましょう。レッツゴー。おー、来ました。こちらがアガガガガガガガバーガーということで、はい、これも初お披露目でございます。はい、じゃあこれちょっと開けてみるとね、やばくないですか。おー、これはすごいぞすごいぞ。はい、ちょっととんでもない会社ですけども、一応ね、このアガガガガまでは、メニュー表にありますけど、これは、ね、ちょっと今後メニュー化するのかわかんないですけども、ちょっと食べていきましょう。いただきます。さあ、アガガガガバーガーさん、お手並み拝見ですよということで、じゃあちょっとこれポテトかちょっとまずいこうかな、ね、いただきます。はい、うん、あ、ポテトはこれカレー風味が効いてますね。うん、おいしい。いきなりね、今日ちょっとまだ何も食べてないんで、いきなりこの香辛料の効いた食べ物をお腹に入れてびっくりしたんでね、先にポテト。これ怖いな、怖いな、これ。ハバネロとこれデスソースかかってますね。ちょっと刺激臭がすごいな。いただきます。これは辛い。まあ、このお肉はこれ豚と牛の合いびき肉だそうですけれども、これね、レタスとトマトが入ってる。だからこれね、
時間が経つとやばいね。辛いですね。あ、えぐい。辛い。おお。あ、はっ。はっ。あ、あ、あ、これは。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ハンバーガーショップ S&M さんの、アガガガガガガガバーガー、はい、辛さレベルじゃらじゃん、辛さレベル9です。おめでとうございます。9です。辛、まあやっぱね、これハバネロ、そしてデスソース、それ使えばこんなもん辛くなるよねという感じです。これはね、あの時間が経てば経つほどこう口の中の刺激してね、ビリビリに、痛くなってくるんでね、このマスターのこれ、ね、スピード勝負かなと思います。はい、すごい、ボクシングだよね、このボディーブローをこう食らって、後半にそのボディーブローのダメージがじわじわとこう、あの時のボディーブロー
じでもう、すごいちょっと辛すぎてろれつが回りません。はい、まあ、今回ねこのちょっと激辛ハンバーガー紹介させていただきましたけれども、一応ね一番人気メニューのハンバーガーが欲張りバーガーといいまして、まあいろいろあります。はい、これが一欲張りバーガー、あとはねこう沖縄の、名産品アグー豚、アグー豚を使った、ハンバーガーも、あとは石垣牛とか、まあいろいろありますんでね、ぜひハンバーガー好き、まあ激辛好きはねこの赤ガバーガーを、ぜひ食べてみてください。ちょっと気をつけましょう、あのこれね結構辛み強いんで、人によってはこの食べ終わった後お腹に香辛料の刺激でお腹が痛くなる恐れがあるんでね、牛乳とかヨーグルトをお腹に入れて香辛料の刺激からお腹を、保護しましょうということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等も更新しますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。連想で